ここまで味方に一度も会わなかった。戦う。どう考えてもおかしいんだ。まずは様子を探ろう。油断せず進軍すべし。誰のことだ。とぼけおって力ずくで追い払うまでよ。厄介な奴なんだけど、俺たちの主は強い。てめえらでもかなわねえよ。強気主か。親友形に突っ込んだ。言われなくても分かっています。お前たち、足場軍ではないだろ。どこの軍のものだ。まだとぼけるか。あっちの世界の連中め。あっちの世界。何を言っている。何とかしてみせる。他の軍にはなかなかの将が揃っている。そうですね。あ、もしかして足場の同盟軍でしょうか。落ち着いてください、母上。それにしても様子が変です。勝てると思ってんのか。よろしくお願いします。はい。はぁ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 。敵将、そこは動くなよ。おしまいにするわ。頑張ります。見ていて。ノレ、これで勝ったと思うなよ。おやおや、騒がしいと思ったら、見慣れぬ顔ぶれですな。大方、例の連中の仲間だろう。父上の手を煩わせるまでもない。あ、敵の偉い人たちが出てきたみたいです。何か教えてくれるかも。Thank you.
天下無双の武、称えるに値する。私たち道に迷ってしまいました。ここはどこなんですか？この世界に来たばかりか。敵の言うことを鵜呑みにはできない。悪いが排除させてもらうぞ。戦略一緒にやれたら嬉しいな。頑張ります。この勝負次に預けるぞ。ほう、ただの雑魚ではなさそうだな。この力を存分に震えるかもしれない。ただならぬ悪役、あれが敵の総大将の力。そのようだな。気を緩めるなよ新入り。ここまで、ここまでですぞ。これより先へは行かせませんよ。この場所やお前たちについて教えてくれ。それでも立ち塞がるな。戦わざるを得ない。おや、何もご存じないとおっしゃいますか？戦略、いやいや、敵の言うことなど信じられませぬな。敵長、うそ。兵器も陳旧も倒すと面白い。貴様ら、俺と戦え。なみなみならぬ気迫、相手にとって不足なし。本田平八郎忠勝がお相手いたす。その戦ぶり我が血もたぎるわ。やはりただの雑魚ではないようだ。そなたこそ敵ながら見事。どうと戦う神か、どこかで。忠勝さんと戦う。どきなさい。人がいるなんて。あ、私なんかが偉そうに分析しちゃってすみません。皆を守るために頑張ります。気にさせたいようだ。よろしくお願いします。はい、私はやるようだな。尋常ならざる力よ。一旦引くぞ。
私が真の三国武将でいいの？軍神の娘、菅銀兵、力いっぱい頑張るね。本田忠勝ら徳川の精鋭と三国時代の雄五軍が激突。どのような事情があるかを。みな進め、董卓を倒し民を救うのだ。民の中にも戦っている者がいるか。あっぱれな心意気を死なせてはならん。董卓様の命令だ。食料を根こそぎ奪ってやれ。反乱軍に協力する民は飢え死にだ。董卓、史書に書かれた通りの暴君のようだ。ああ、民を敷いたんだ。七肉林にふける、悪逆非道な男だ。助けてくれ。奴ら俺たちから食料を奪う気だ。ここまでよく耐えてくれたわね。行かせて。私たちが必ず守るから安心して。しかし、先ほど敵兵が言っていた反乱軍とは一体。おしまいにするわ。かなり相手じゃねえか。お任せを。ありがとう、助かった。もう大丈夫です。安全なところへ避難してください。その調子で奮戦せよ。全力を。拾いしました。ありがとうございます。他人ごときに何を手間取っておる。わしがさ
っさと片付けてくれるわ。トウタクの本体が民、ここからでは間に合わん。加熱豚も民が襲われているぞ。我らの前で何という暴挙。ああ、馬長殿、水の巣化けには行くまい。意と愛の正たる我らが救わねば。さあ銀兵殿も。はい、力いっぱい頑張ります。全力は、何者にも破れぬだろう。熱いお二人ですね。度が過ぎる気もします。お、いい戦ぶりだ。できたな。あとは敵の残党を追い払うだけだ。天下無双の武、讃えるに値する。トウタクとはもういないの？お任せを。また悪さをして帰ったのかしら。早く探そうの。マロは帰って蹴鞠がしたいの。はあ、みんなトウタクを探して。邪魔する人は徹底的に痛めつけるの。新手だと。まさか民を追撃するつもりか。城内に乗り込もう。敵の援軍を断つにはそれしかない。よくぞトウタクを追い払ってくれた。敵の敵は味方、そう思ってよいのか。敵味方の問題ではない。その疑心に共感したのだ。これより我らは同志、
共に海の輩を打ち払おう。トータク殿はどこへ行ったの？まさか蹴鞠かの？残っているのは配下の兵だけで、ほんと自分本位な男。おしまいにするわ。我が部に挑め。まあ門が閉まっているのに困ったわ。では門番に部位を示しましょう。彼らの戦意をくじき門を開けさせるのです。頑張ります。同志を得て私は幸せだ。俺に勝てると思ってんのか。戦力奮戦せよ。全力強すぎる。もう開けますから、命だけは。知略に挑もうとは無謀だな。よろしくお願いします。はい。心配ある。その戦い我が血もたぎるわ。タク軍の残党だな。民の安寧のためここから出て行ってもらう。もしかしてトータク殿はもういないのかの。そのようなならあの人のため、私たちはここを地獄にしてしまいましょう。あの人が怒るかしら。この状況きっと喜ぶわよ。トータク
そして奴の裏にいる信長という男、一体何を考えている。我らの義心を一つにしたことで、麦の館